なんと今ね PS プレイステーションの機械がフォートナイトにログインができないっていう問題が発生しててなんかフォートナイトの問題なのか、あのー、プレイステーションの問題なのかわかんないけど今プレイステーションの人がねフォートナイトにログインができないっていう問題が発生してるらしいプレイステーション以外の機械は全部ログインできるんだけどプレイステーションの人だけ今フォートナイトにログインできないらしいですね実はこれね3時ぐらいからもう一生あるらしい一生という3時ぐらいから今ね 来てるらしいです運営がちゃんとスイートしてたねなんでできないんだろうねプレイステーションなんかプレイステーション側の問題な気もすっけどねまあなんか今プレイステーションができない問題が発生してるらしいです